シアンです。はい、お久しぶりのバランワンダーワールドの実況ですね。はい。ですね、伝説のティムを蘇らせるために、この王冠のついたティムをね、育てる必要があったんですけど、こいつの呼び方がまた曲者でしてね、本当に、運も絡むし、忍耐力も絡むまで、本当に大変だったんですよ、こいつ出すのに。やっと出てきましたよ。めちゃくちゃやり直した、これ。もう何時間も厳選しましたからね、これ。ったく。よし。じゃあ、こいつは持てないんで、ちょっと、成長させましょう。ほら、王冠の子入れ。いいな。ああ、いた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 。これを、これになれればいいのか、多分。はい。おお、でっかすげえ、伝説のティムってトロフィーが手に入りましたよ。あ、飛んだ。あ、そうか、普通にティムって飛びますもんね。これは、あ、なんかある。なんか浮島がほら、見えますね。なんか桜の木みたいなのがありますけれども。あ、なんかコスチュームがありますね。ああ、バラン。これ取ればいいの？ああ、バランのコスチュームをコスチューム部屋に追加しました。マジで？ いやー、これは、あ、このままタッチすればいいのかな？あ、上で戻ってくれるのな。いやー、なんとも こんなでっかいのになるんですね。よーしよしよしよし。これトロフィーまだ手に入ってないけど。もしかしてあれかな？なんかコスチュームが、空きがあるか？いや、手に入れたはずなんだけどな。一回失っちゃったものはもうダメなのかな？あ、取れた！あ、これでよかったんだ。あ、紹介がなかっただけか。ああ、びっくりした。ああ、しかし、ようやくですよ。ようやく、トロフィーコンプリートいたしました。やったー！ いやー、もうね、もう本当に、ここまで来るまでもなかなか苦労しましたって。ということで、バランワンダーワールド、トロフィー全部取得したということでですね。いやー、これなかなか爽快だな、このバランのコスチューム。ねえ。今のここ行くのにだいぶ苦労したんですけどね。もうこれでいけますもんね。いやー、さすが、取るのに手間かかるだけありましたよ、本当に。いやー、ねえ、本当に。はい。ということでですね、トロフィーは全部コンプリートしたんですけれども、実はこれまだまだやり込み要素があるんですよね。それは、通称ハートモードと呼ばれるものを全ステージクリアするというものなんですよね。まあ、チェックマークが、見たらわかりますかね？この2の部分。なんかちょっと赤くなってるんですけれども、これがハードモードというクリアした証明になるんですよね。これを全部やったら、なんかあるかもよっていう感じの噂があります。ちょっとそこまでちょっとやれるかどうかわかんないんですけどもね。まあ、ちょっと時間があればね、やりたいと思いますので、はい、お願いします。まあ、このゲームをね、なんだかんだで50時間以上はもうプレイして、ようやくね、トロフィーコンプリートですよ。意外と、やり込もうと思えば結構、時間かかりましたね、これもまた。でもってね、ハードモードとかもあるので、このゲームはね、やっぱり、やり込めばやり込むほど、うまみが出てくるというか、面白さがどんどん出てくると言いますかね。まあ、ですからね、体験版パッとやって、買わないでおこうって決めるには結構惜しいゲームなんですよね。あとなんか操作性が悪いだとか、もうちょっとこれ不便だなぁなんていうのをね、まあ感じる部分はありますよ。それは当然。僕も一部コスチュームでジャンプできない仕様はちょっとどうかと思いました、自分も。まあでもね、それを踏まえた上でも、
やり込めばやり込むほど、なんか、なんつんだろう、楽しさが増すというか、やり込み要素もなかなか豊富なんでね、これも。はい。なのでね、バラン・ワンダーワールド、こういった世界観とか、BGM とか、そういうのに興味がある方は、ぜひともね、やってみてほしいです。もうパッと見だけの感想だけにとらわれずに、騙されたと思って、ストーリークリアなともしばらくやり込んでみてください。で、もうもうね、トロフィーを全部コンプリートする勢いでやってみてほしいです。ね、ある程度なら Google にも情報載ってますから、ね。自分もある程度情報を提供しようかなと思いますので、またよろしくお願いしますね。では、これで終わります。ちょっと短めの動画になったと思うんですけれども。はい。ご視聴ありがとうございました。では。また何かしら動画出すとしたらね、また出そうと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ終わります。アディオス。